い、こんにちは、ラチです。あのですね、これ読んだんですよ。これ見て、これ知ってる？これブルーピリオドっていう漫画なんですけど、私ね普段漫画読まないんです。でもね、これラチさん読んでくださいって言われて、いや漫画読まないんですけどって何回断ったんですけど、なんかね読んでみたら面白くって、ちょっとこの今回このブルーピリオドでちょっと話したいなと思って動画を撮ってみました。はい、よろしくお願いします。これね、あのビジュアル見ていただくと分かるんですけど、筆持ってるでしょ。だからこの絵画とかアートとかっていうことに関連した漫画なんですよ。でこの漫画がなんか知らないけど世間ではすごい人気があるらしくって、漫画好きから特に支持があるそうです。2017年に連載をスタートしていて、で、2020年の漫画大賞で1位を取っているらしくて、すごいですね。累計発行部数が440万部突破したということなんだそうです。でもね、私ね漫画が疎いからわからないんですけど、もうこれね、あの内容面白かったです。で今年の10月からアニメも始まりまして、いわゆるアート系スポコン漫画と言われているそうなんですね。これね何かっていうと、あの主人公がね芸大受験をしているっていうストーリー内容なんですよ。だからもうがっつり美大の話をしている。美大の話って言ったらね、ハチクロとかもありましたけど、これのね面白いところちょっと今日話していきたいと思います。よろしくお願いします。でタイトルはブルーピリオドっていうんですけど、ブルーピリオドの語源は、私ね美術の話はよくしているのでこうパッと出てくるんですけど、ピカソです。パブロ・ピカソが20歳から3年間ぐらいこういう真っ青な絵を描いていたという時代がありました。それが青の時代。これを日本語で言うと青の時代なんですけど、これのことをピカソズブルーピリオドっていうんですね。なのでここからまあ撮っているのかなというのがタイトルからしても分かります。ということで漫画の一番最初もピカソの話から始まるっていう内容になっています。主人公矢口八虎、勉強もできるし友達付き合いもめちゃくちゃうまい、要領がいい効率重視のこの高校2年生がですね、とある時に1枚の絵をに出会うことがきっかけで東京芸術大学の油絵科に進むことになります。このね芸大の油絵科っていうのは本当に毎年人気の学科でして、現役合格者率が60倍とも、この作中では言われていました。ということで受験×スポコン、まあ、部活ものっていうことで、ストーリーが始まるわけなんですね。でこのポイントとして面白いのは、まあ、要領がいい主人公なんですよ。だからこの芸術っていうものを、まあ、魂とかソウルとかっていうことで語るだけではなくて、割と頭で考えながら芸術を噛み砕いていくっていう、このねストーリーが私はこう面白いなと思ってやっていました。めちゃくちゃ真面目な主人公です。で今回、私が面白いなと思ったポイントとしては、魅力、うまい絵といい絵、この2つの間でずっとせめぎ合ってる、この間でずっと迷っているっていう主人公の葛藤が、まあ、スポコンと言われるゆえんでもありますし、魅力を増しているポイントかなと思います。うまい絵といい絵、これちょっと変換してみますね。どういうことかというと、例えば成績のいい人と頭のいい人ってちょっと違いませんか？成績がいい人が必ずしも頭がいいかって言われたら、ちょっとなんか引っかかるなって思いますし、頭がいい人が全員成績がいいかって言われたらちょっと難しいじゃないですか。こういうニュアンスの違いがあるんです。美大受験っていうのはいわゆるいい絵、成績のいい、まあ、要領をつかめていて、ちゃんと要点を得ているっていう効率重視のものが必ずしも受かるわけではないっていうところに主人公がぶち当たるんですよ。で主人公って要領がいい、本当になんかそういうキャラクターなんですよね。だからここじゃできないのかっていうことでものすごく葛藤するっていうことで、でさらに全受験生がこの狭間でずっと悩んでいるっていう物語なんですよ。
でこのうまい家とかいい家っていうことを作中ではいろんな言葉を使って変換していました。例えばうまい家の条件って何？構図がしっかり取れている、遠近法がちゃんと取れている、あのそのいい作品の中のその方程式公式みたいなのを導き出してその通りにやっている、これがなんか効率良さそうな絵の描き方ですよね。これだけじゃない、感性を磨くんだ、そのテーマに対してちゃんと対応できているものなのか、自分勝手に自分の中でね、あの感性っていうのを磨いて描いているかっていうことを解説しているっていう漫画でした。こういったテクニックと感性で、その感性をちゃんと表現できているか、表現の明瞭さっていうところと、もう真正面からぶち当たっていくっていうのが、まあ、ブルーピリオドの特徴かなと思います。この真正面に取り組んでいくっていうのが、まあ、スポコンと、まあ、形容されているのかなと思います。まあ、この冷静と、ね、情熱の間でちゃんと頭で論理的に考えていく構図、最初はね構図とかも結構考えていくんですよ。っていうとこと、熱量、もうどうやって絵を作っていこう、どうやって絵作りをしていこうというところが本当にリアルに書き込まれているんです。でね、面白いのがこの人はいい絵を描くとかこの人はうまい絵を描くって一概に言えないところが、まあ、美術の面白いところかなと思います。主人公が天才だと思っている相手がいるんですよ。でもその天才だと思っている相手は主人公のことをちょっと一目置いてる。だからアートって見る人によって結構なんかこう見方が変わるというか、もう一概に1から10までランクがつけられないというところがまたこの複雑性と、ね、魅力を、表しているのかなと思います。時々その相手に嫉妬して、ね、否定的な言葉を使ったりとかします。例えばこう受験絵画なんて面白くない、受験絵画上手い人がやるやつですよね。うまい絵を描く人に対してもう受験漫画なんてって、受験絵画なんてって言ったりするんですよ。あとは天才肌の人たちね、あの人は別格だねっていうちょっと突き放すような言葉を使ったりとかしています。こういう特殊な、世界じゃ世界なんですけど、美術大学、ね、美術大学の受験って普通の大学、まあ、と比べたら、まあ、結構ね受験内容も特殊だとは思うんですけど、その特殊なだけじゃない、多くの人の共感を得ているという、理由は、受験という一つのテーマに対して技術と感性を両方磨きながら切磋琢磨しているという、表現が出ているのが、まあ、私の面白いところかなって思った、感想でした。いかがだったでしょうか。このチャンネルはですね、美術の話していきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。